これより最終クォーター第4クォーターに入ります。エールズ自陣36ヤードからセカンドダウン4で試合再開になります。さあここでオプションプレーを投入します。フルバックのキープ、フルバックのハンドオフ、 QB のキープ、オプションピッチマンへのピッチ、この3通りを選択するトリプルオプションを展開し、まずフルバックに託しました。ゲインは約2ヤードになっております。リードフォートエルズサーダウン2、さあ今度はフルバックモーションをしました。22番にトスして左オープンへのスイープレーを展開しました。オフェンスラインが相手選手をなぎ払うようにその走路を確保し展開するパワープレーですが、これが見事決まりまして攻撃権更新です。リードイフォートエルズファースター、見事期待に応えましたがランニングバック22番の山下でした。チーム代表でもあります摂津大学出身のプレイヤーです。リードイフォートエールズ、失礼しました、フォースダウンとなっています、フォースダウンとなっています、失礼いたしました、攻撃権更新になっておりません。先ほどのプレーのジャッジを誤って判断しておりました、申し訳ございませんでした。結果的に攻撃権更新ならず、パントという形で陣地挽回を図りました。エールズ攻撃権はサイドワインダーズ自陣20ヤードからの攻撃という形に変わります。さあ結果的に攻撃変わりまして、今度はサイドワインダーズの攻撃、ボールオン自陣20ヤードからサイドワインダーズファーストダウン10。まずランプレーから展開を図ります。しかしこれはエールズディフェンス陣が殺到しまして、このランプレーはほとんどゲインなく終了しております。キャリアはサイドワインダーズ10番の浦田でした。大阪産業大学出身。サイドワインダーズセカンドダウン10。再び中央へのランプレー、託しましたのは同じく10番でした。密集点詰まっておりましたが、そこへ体をねじ込んで約7ヤードのゲインに変えております。タフなランを繰り返しております。サイドワインダーズ10番は浦田。サイドワインダーズサーダウン3、三度のランプレーだが、これはエールズ止めた。残り1ヤードで更新になっておりません。フォースダウンに変わります。ここでサイドワインダーズは力あるランプレーを繰り返しまして、攻撃権更新のリズムを作ろうとしましたが、これはまずなっておりません。フォースダウンに変わります。フォースダウン残り1ヤードでサイドワインダーズはパントフォーメーションを取りました。
このパントをリターン試みましたが、しかしサイドワインダーズカバー殺到しまして、エールズ自陣44ヤード地点での攻守交代となります。試合の流れは徐々にサイドワインダーズが押し返しつつある状況にありますが、しかし現時点リードしておりますが、リードエフォードエールズです。さあこの状況が果たしてこの残り時間6分6秒でどのように変わってくるでしょうか。攻撃権はリードエフォードエールズに変わりました。エールズ自陣44ヤードからファーストダウン10。さあ中央のランナーがここでビッグプレー、ターンオーバー。ヘイルズはここで先ほどから好調なオプションプレーを展開し、フルバックにボールを託しましたが、ここでボールをファンブル、ファンブルが発生しまして、ロストしたボールを抑えたのはサイドワインダーズとなりました。従いましてここで攻撃権が変わります。攻守交代でサイドワインダーズの攻撃になります。ターンオーバー。さあ非常に大きなプレーが出ました。サイドワインダーズ相手陣46ヤードからの攻撃に変わります。サイドワインダーズファーストアンテン。まずこちらも中央へのランプレーから入りました。何よく0番に託しまして中央突破敢行します。約3ヤードのゲインです。キャリア0番は神戸学院大学出身。サイドワインダーズセカンドダウン7、ボールオンは相手陣43ヤード。クォーターバック18番、パスを投じようと下がりましたが、ラッシュ厳しくスクランブルに転じました。結果的に約2ヤードのゲインと変えています。クォーターバック18番は渡辺、兵庫県立大学出身。失礼しました、ゲイン3ヤードに訂正します。サイドワインダーズサーダウン4、ボールオンは相手陣40ヤード。ここで得意のパスプレーで攻撃権更新を図りました。ワイドレシーバー8番、キャッチしたかに見えましたが、すかさずこのキャッチした瞬間をエールズディフェンスインパスをはたき出し、パス不成功に変えています。結果的にパス不成功でフォースダウンに変わります。素晴らしく鮮やかなテクニックでこのプレーを阻止しました。エールズサイドワインダーズフォースダウンパントフォーメーションを選択します。このパントは短く蹴り、できる限り転がそうという判断でしたが、楕円球の悲しさ、それはそのままとどまりまして、エールズ陣22ヤードからの攻撃という形で攻守交代になります。さあ窮地出しましたエールズ、自陣23ヤードからの攻撃に入ります。リードフォードエールズファーストダウン10。ナイスラン。ここで再びオプションプレーを投入しました。
ハンドオフを託された22番、体をねじ込みまして約9ヤードのゲインとしています。タフなランを展開しております。何枠22番は山下、摂南大学出身、チームの代表でもあります。失礼しました。攻撃権更新になっておりました。リードイホートエールズ、ファーストダウンを繰り返す形で自陣33ヤードからの攻撃に入ります。再びオプション攻撃によるダイブプレーを展開します。ここでホイッスル。ここでサイドバインダーズがディフェンスで後半1回目のタイムアウトを取りました。リードイフォートエルズがここでオプションプレーを繰り返し、ランプレーを重ねる形で時間の消費を図る戦術に展開したと判断し、その時間確保するためここで守備の段階でタイムアウトを入れております。この配信は X3 West 全19チームの合同企画によって実現しております。画面上に映し出されたさまざまな企業様、個人様のご寄付、ご記者によりましてこの配信は実現いたしました。この企画は現在も継続しております。YouTube の説明概要欄にその申し込みとなりますショッピングカートの URL ございます。こちらをご覧いただき、その内容をご同意くださいましたら、ぜひご協力よろしくお願い申し上げます。さあ、タイムアウトを解け出して試合再開となります。リードイフォートエールズ、セカンドダウン8。ナイスダウン、ファーストダウン。今度は反対サイドでのオプションプレーでフルバックに託しまして、22番、相手ディフェンスの間をすり抜けるように攻撃権更新です。リードイフォートエールズ、ファーストダウン。ここはチーム代表山下がその自らの体を駆使しまして、チームの勝つを入れております。エールズ自陣49ヤードからファーストダウン10。さあ、再びフルバックのダイブプレー、オプションプレーによるダイブプレーを展開繰り返します。ここでホイッスル。ここでサイドワインダーズ後半2回目のタイムアウトを消費しました。現在展開しておりますオプションプレー、かつては京都大学が関西を制覇し日本一を取っていたときにその主戦術として展開しておりました。1970年代においてはそれを展開するスペシャルフォーメーション、ウィッシュボーンフォーメーションを駆使し、当時145連勝を果たしておりました関西学院大学に勝利。その勢いを取りまして、そのまま甲子園出るかというところ、しかし涙の日程によってそれを果たせなかったという伝統ある攻撃でもあります。後にそれを、後のクォーターバックが継承しまして日本一を制覇したそのオプション攻撃が今この21世紀2023年にエールズによって披露されております。さあ、試合再開です。エールズ相手陣47ヤードからファーストダウン10。オプションプレーを展開続けます。今度は右オフタックル付近駆け上がりまして約3ヤードから4ヤードのゲインとなっています。サイドワインダーズここで最後のタイムアウトを使いました。ここを勝負と見ましたサイドワインダーズ、すべてのタイムアウトを使いまして時間確保、そして攻撃ダッシュを図ります。
さあ試合再開、ヘルズサダウン2。さあフルバックに託した、わずかに更新至っておりません。フォースダウンに変わります。結果的にここでサイドワインダーズ更新は食い止めている。さあしかしフォースダウン残り1ヤードありません。インチの状況、エールズどのようなプレーを選択するでしょうか。フォーメーション組みました。プレー選択です。フォースダウンギャンブル。1ヤード突破にかけます。さあここでクォーターバックがキープを展開しましたが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。この判定どうなるでしょうか。オフサイドディフェンスペナルティーです。ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。5ヤードバッターに従いまして、エールズ攻撃権更新です。エールズファースター。サイドワインダーズ勝負と見まして、ここで勇み足という形になりました。攻撃権更新にエールズなっております。エールズ相手陣36ヤードからファーストダウン10。フルバックのダイブプレー、中央へのランプレーを敢行しました。中で倒れたため時計は回り続けます。そしてサイドワインダーズに時計を止める手段はもう残っておりません。エールズセカンドダウン8。フォーメーションを変えました。ビクトリーフォーメーションを取ります。2ダウンに特化したフォーメーションで、ここでランを繰り返す形で時計を進めます。試合時間残り20秒を切りました。ここで試合終了となりました。最終的にサイドワインダーズ9点、リードイフォートエールズ14点でリードイフォートエールズの勝利となりました。地上戦を駆使しまして、タフなフットボールによって相手を倒す、サイドワインダーズを倒しました。見事なフットボールでした。ナイスゲームでした。サイドワインダーズ素晴らしい戦いを演じましたが、しかし惜しくもこの試合敗戦となりました。しかし X にありました強豪らしい素晴らしいフットボールを披露しました。ナイスファイトでした。
そしてエールズ見事3勝目果たしまして X 昇格の権利を確保するに至りました。2019年創部以来常に昇格のチャンスありながらしかし果たせず苦しい状況にありました少数精鋭チームリードイフォートエールズ、しかし見事にここでその昇格権を確保するに至りました。見事な戦いおめでとうございます。現時点では3勝の段階ですとまだ2位3チーム横並びなどさまざまな条件におきましてまだ確定という段階には至っておりません。しかしよほどでない限りはその可能性はあり、しかも少なくとも挑戦権確保するという形にはなりました。見事にその試合をこの戦い制しましたリードイフォートエールズ、皆様大きなご声援をお願い申し上げます。また敗戦となりましたサイドワインダーズもしかしこの1敗1を取り返さんと残り試合の戦いに挑みます。 X3 まだこれからも熱戦続くことに期待したいと思います。かつてこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはグドンだが心優しい巨漢と目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり家業のため一度は離れた仲間が戻り脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑みその力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れあの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ今を紡いでいるこの歴史物語をかつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ本日の配信ここでこの配信は一旦終了とさせていただきます。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。本日は NFA 社会人アメリカンフットボールの許可を得ました X2XEWEST 全19チームの合同企画にのっとって行わせていただきました。長時間のご視聴大変感謝申し上げます。またこの後に続きます本日の B ブロック残り2試合もチャンネル配信の URL 変えまして配信を続けさせていただきます。その配信本日担当させていただきましたのは私道楽屋医者でした。また後ほど時間かなう方々はお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。